受信料払ってる方、賛成党の支持者の方でもいいです。そう言われたら私受信料払ってるわよ。俺も払ってる。そういう方いると思います。僕に電話ください。不払いの方法教えてあげます。ね。これは共産党の党員だろうが、自民党の党員だろうが、令和新選組の党員だろうが、僕は差別しません。どんどん連絡ください。NHK 受信料の不払いの方法は、 僕は超党派で教えてあげます。でも、賛成党を、に、あなたたちが投票するとか、共産党に投票することを責めません。ね。どうぞ、好きなところに投票すればいいんですよ。それが選挙権を行使するっていうことなんで、僕は NHK 党援してるから NHK 党に投票すると。でも、NHK 受信料の、不払いの方法が知りたい。カモルさんは知ってるらしい。でもな、 俺が応援してる参政党なんか攻撃してたり追求してたりするしな、電話しにくいよなって思ってる方、その件に関しては、全然普通に僕教えてあげるので、あの、これ聞いてる参政党の皆さん、電話ください。受信料不払いできます。で、NHK 党に、 請求書を送ったら、請求書も届かなくなります。仮に裁判を起こされたとしても、立花さんは、お前賛成党の党員やんけ。お前は肩代わりなんてせえへんで、っていうことは言いません。賛成党の党員だろうが、共産党の党員だろうが、立憲民主党の党員だろうが、辻本清美であろうが、ね、助けてくれます。それが、懐の深い深い NHK 党でございます。<laughs>